ファッションそのものがざっくり言うと自分が今なりたいような自分になることができるかもしれないきっかけである装置ではあると思っていて、別に運動とかできなくて勉強もできてなくてなんかイケてるグループみたいなのに入りたかったんですよね。だからそんな中で何が今できることにあるんだろうなっていう時におしゃれになるっていうのがなんか一つ自分の中でのイケてる子になれるんじゃないかなっていうのが僕とファッションの出会い でなんかそこに対してなんかいろんなファッション誌を片っ端から読み始めて、で学校帰り毎日原宿行って買ってみたいな、なんか初めて洋服を自分のお金で買ったのが多分中学生の 1,2 年生の時で、自分のお金で買ったみたいな、すごい楽しかった、もっと知りたいもっと知りたいってなったんですよね。最初ふわってテーマを決めるんですよ。例えばなんか今期は恋愛っぽいテーマがやりたいなみたいな感じでやったら、そういう空気感とかそこに合う服とかどういう子がいるだろうみたいなところをリサーチとかし始めて、で絵に描いたりもしていくんですけど、そこなんか服のデザインってよりもイメージを整えていくものとしてのクオリティを上げていくっていう作業をします。机の上だとあんまり思い浮かばないデザインとかも、例えば打ち合わせに行く途中の電車の中とか車運転してる時とかになんかふと思い浮かんだりして、社会で生きてる中で今の自分の感情と何かフィットするものっていうのは絶対にあると思ってて、今やってるこの月9がたまたますごい感情的になれたみたいな、そういう部分にハマった時に、あ、自分がこの部分に何でフィットするんだろう、さりげないところがすごい引っかかったりしたら、すごい実はそれが大事だったりします。僕が石詰が掲げているコンセプトなんですけど、日本の思春期の感情とか装いってものを表現したいなっていうのがあって、コレクションの場にここら辺にいるような子たちが出てきたらどういう風に見えるんだろうっていうのがそっちが気になったのがあって、僕が思い描く普通のでもなんかいいなって思えるような子たちが出てきた時に、純粋にそこに憧れたりするんじゃないのかなっていう、まあ思いのほかすごいリアクションだったからびっくりしましたけど、でもなんかまあそういう意味では嬉しかったですね。デザイナーっていうのは結構僕にとってはロックスターみたいな存在だった部分があって、学生の時とかそれこそファッションショーの動画とかを YouTube とかで見たりしてる時に、やっぱりなんか最後にデザイナーが出てくるのってかっこよくて、ファッションショー自体でなんか作ってきたものがこうやって出ていく場とか、なんかバックステージの活気とかやっている時はめちゃくちゃしんどくて、バックステージの記憶なんてないんですけど、でもなんか全部楽しいし、自分で作ったものを自分で見て自分がそれでもなんか新鮮で純粋に、あ、面白いなって思えた瞬間っていうのがやっぱ一番いい瞬間、憧れていったようなデザイナーに自分がなっていくことはすごい大事だなっていうふうに思っていますね。まあ、ゆくゆくは国外のコレクションとかも出てみたいなと思うし、自分がその時新鮮で自分のその時その時の感情に真摯にありながら大きくなれたらいいなっていうのはすごい思いますね。